というか楽しかった、すごい。ありがとうございます。あーね、ドラムがすごい、ものすごかったです。私びっくりしちゃって、裏で見てて、かっこよかったですね。総選挙での若手の選抜入りについて島崎遥に聞いてみた。あ、それはすごく嬉しいですね。やっぱり旧期、私たち旧期生以降はあんまりね、なんだろう、こうやって総選挙で選抜に入ってくるような子たちがなかなか悲しいことに現れなかったので、それはすごく嬉しいし、頑張れって思います。新しい AKB の姿が作られるじゃないかなって、すごく楽しみです。危ない、ダンストップやった。今やって雨が見えすぎ。でもさ、唇の部分がさ、でかいからさ、当たる？いいよ。ありがとうございます。え、ねえ、やったんだけどあんま変わらんで、ね、いいよ写真撮るからに。演奏で失敗してしまった横山由依だったが、曲の後半部分で、東京ドームで。
がとう。ありがとう。いや最高。どうやら間違えたけど。その後も盛り上がりを見せるステージ。その裏では MC で時間の調整をするため話し合う2人の姿が。だから顔が可愛いから、そう顔が可愛いから喋るメンバーが今日は指原と共に務めたメイン MC、 その評価はというと、今日 MC 基本は仕切りだった。サッシーが横にいて仕切りをやるって超難しいと思うんですけど、えでもすごい上手に、全然さ違和感ないよね。違和感なくて普通に成立してるし、すごいよねそれが。この若さで確かに、まだ10代だから。そう、彼女はまだ10代。今は多くの経験を糧に必死にその手を伸ばしているところ。もし次の総選挙があるならば。いやそれはもちろん上行きたいし、今自分がなんで15位なのか見つめ合って、何より認めてもらいたいです。自分が次も選抜の曲に選んでもらえたんですけど、あ、入るよねって、その子がいなきゃってなるようになるためには、多分きっと順位だけじゃ足りないものがあるので、それはもう自分で掴みたいですね来年。最後にこんな質問をしてみた。今回の総選挙を一言で表すと、なんだろう、意味わかんないこと言っていいですか。え、意味わかんないけどいいですか。マジで意味わかんないですよ、虹。ちょっとマジで意味わかんないけど、虹。もうね、なんかね、もうありえないぐらいの感情が、ありえないぐらいぐるぐるになって虹。なんか涙いっぱい流したけど、なんかお水ってか雨降ったら虹出るじゃないですか。なんかやっぱそうだなって思いました。すごい今まで泣いてきたんですけど、なんかよかったなって、雨降った後に虹見た時に、ああ綺麗だなって思うように、自分が今まで笑ってきたことがもちろん多いかもしれないけど、ものすごい泣いてきたので、それがこういう風になる時があるって思ったし、泣くのも怖くないし悩むのも怖くないくなりました。悩んで苦しんでたどり着いた選抜という場所。これからも自分自身のため、そして大好きな AKB48 がもっと輝くために、彼女の挑戦は続く。今日横山さんに弱音めっちゃ吐きましたもん。あーもうダメです、弱音ウーマンやから。本当横山さんに吐けるんで、いつも無様な姿を見せてる横山さんに。泣いて笑って、そしてその先にある大きな虹を目指して。